それではお待たせをいたしました。これから生活の党小沢代表の記者会見を始めさせていただきます。冒頭ご挨拶は特にございませんので、ご質問のある方挙手をよろしくお願いいたします。NHK の宮里です。よろしくお願いします。みんなの党の渡辺代表のことでお伺いしたいんですが、国政選挙の直前に8億円を借りてたということで、ご本人は、個人的なものとして借りたというふうに釈明されています。一部党内からもう辞任を求める声も上がり始めているようなんですが、率直にこの渡辺代表 の、 騒動といいますか、一連の件についてどのように、受け止められているかということとですね、野党からは政倫審ですかね、政治倫審査会などでも説明をするべきだという声も上がってまして、みんなの党の幹事長浅尾幹事長もその可能性排除しないという趣旨のことを述べています。説明の場としてこういう政倫審にも出席するべきかというあたり、ちょっと合わせて教えていただけますでしょうか。私は事実関係を直接聞いたわけでもないし把握しておりませんので、不確かな事実に基づいて、他人を論評するわけにはいきませんが、そこはご自身で今一番知ってるわけですから、きちんと話をされるべきだろうと思います。それから政倫審のことですが、これは私が実は議運委員長の時に、作り上げたものなんですけれども、政治倫理審査会というのは、いわゆる、いろいろ世間から疑いを持たれて、そしてそれがですね、司直の手で、渡ればそれはもう正規の捜査当局で、やることですから、政倫審の場ではないんです。しかし司直の捜査の対象とはならなくても、みんなから疑問を持たれるような場合には、政治倫理審査会で、釈明をするというのが本来の趣旨でございます。それは立法権と司法権との分離、司法立法の分離という基本的な三権の分離という考え方から来るものでありました。したがって、今後どのような展開になるかによって、決まるものだろうと思います。はい、他にございますでしょうか。産経新聞の澤田と申します。関連なんですが、渡辺代表はですね、借り入れたお金について個人的に使ったというようなことをおっしゃってるんですけども、個人が政治活動をする中で、政治資金として報告せずに、かなりお金がかかるというような趣旨なんですが、小沢代表の長い政治経歴から見てそういったことってのはあり得るんでしょうか。私は世間に、知られないような形で政治あるいは政治に関係するお金を人様から借りたことはありませんから、私は分かりません。あなた方で判断してください。他に質問ございますでしょうか。
日経新聞の数字と申します、少し話は変わるんですが、明日から消費増税ということで、代表はそうですね、消費税増税には反対の立場でしたけれども、改めて、その増税、ということでお考えをお聞かせください、またその政府は、今後これに対してどのようなこう政策を講じるべきか、それについてもご意見があればお聞かせください。私たちは、民主党内閣において消費税の増税法案が提案するということになりましたので、これは総選挙の時の国民の皆さんに対する公約違反だと、その前に、大胆な政治行政改革を断行し、無駄を徹底的に省いて、それでもなおかつ社会保障関係費等のお金が足りないときには次の総選挙を終えた後に消費税の問題を国民皆さんに提起して考えていただくという趣旨で選挙戦を戦いましたので、私としては消費税の導入増税に反対という立場を貫いてきました。それとそういった側面と同時に、やはり、景気対策という景気に与える影響、特にその中で6割以上を占める個人消費に対する影響が非常に大きいだろうと予測されるところであります。従いまして、その意味でも特にいわゆる外税になってますので、細いものでも何でも日常のものでもいち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 税金を払うことに加算して払うことになりますんでね、そういう意味での増税に対する消費者の心理というのはパーセンテージ以上に大きなものがあると。これは最初に 3% そして 5% とやった時も同様でしたけどね。したがって、日本の経済全体に、相当影響を与えるのではないか。特に、特定の大企業のしかも正社員の人たちは賃上げを獲得したと言って喜んでますけれども、それもほとんど多分8割ぐらいの大多数の勤労者、そして、中小零細企業であれ、あるいは農林漁業であれ、何であれ、その他の人たちの所得は全く上がっていないという現実ですので、安倍政権の一枚看板であるデフレ脱却、景気対策、景気回復ということに大きな影響が出るのではないかというふうに思います。はい、他にご質問ございますでしょうか。いいですか。よろしいですか。それでは、はい、終了いたします、はい。